どうも、整体サロン朝日の富士さんです。本日の動画は椅子を使って肩を上げやすくする運動をあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。この運動をすると肩の痛みの改善や肩を動かしやすくなり、肩の力が抜けている感覚をつかめます。肩こりに悩む人にはぜひやってほしい運動です。昨日の肩の運動はやっていただけたでしょうか？肩が上げやすくなる感覚をつかんでいただけましたか？簡単な運動ですが、でもやっぱり肩がきついという方におすすめするのが本日の運動です。椅子に腕ごと乗せてしまえば、肩がそんなに頑張らなくてもこの運動をしっかりと行うことができます。終わった後の肩の脱力した感じはやった人にしかわからない面白い感覚です。いつも肩に力が入って肩の力を抜くことができないと思っている人にはぜひともやってほしい運動です。あとは肩の不調があり何をしても変わらないという人にもおすすめの運動になります。背骨や肩甲骨の動きなんかも意識して運動してみてください。疲れたらすぐに休む、これが鉄則です。筋トレではないのでリラックスしながらやってください。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、始めていきます。まずは肩の上げやすさを確認していきましょう。右と左どっちが上げやすいか、そんなのを確認していきます。本日は椅子を使って肩を上げやすくする運動を紹介していきます。椅子の上に手を置いて耳を肩にこすりつけてみてください。昨日やった運動とほぼ一緒ですね。本日は椅子があるので肩をよりリラックスした状態で動かしたりできると思います。次に鼻で肘の匂いを嗅ぎに行ってみてください。で、肘を曲げながらもやってみましょう。肘を曲げながら耳を腕にこすりつけていく。次は鼻で肘の匂いを嗅ぎに行くという運動ですね。その時に肩甲骨がどのように動いているか、背骨はどんな仕事をしているのかを確認していきましょう。次は手のひらを上にしてやってみてください。耳をいろんな部分をこすりつけてみてください。耳たぶであったり耳の上の方であったり、いろんな部分をこすりつけていきましょう。鼻でまた肘の匂いを嗅ぎに行きます。で、一度肩の上げやすさ、肩がリラックスした感じを確認しましょう。すごい右肩が脱力したのがわかると思います。次、反対の手もやっていきます。普通に手を置いて耳で肩をこすっていきます。左右差はどんな感じかなというのを確認しながらやってみてください。肩甲骨動かしにくいなとかもあると思います。それが最初に上げにくかった方の方がやりにくいかもしれません。逆なのかもしれません。それは人によって違うと思います。鼻で肘の匂いを嗅ぎに行きます。肘を曲げて耳をこする。こんな簡単な運動でいいのかと思うかもしれませんが、ぜひともやってみてください。本当に体が変わってきます。で、鼻で肘の匂いを嗅ぎに行ってみてください。手のひらを上にしてやってみましょう。
やりやすさ、やりにくさはどんな感じがするのかを確認しながらやってください。やりやすければいいですし、やりにくければやりにくいのもちゃんと味わってやってください。呼吸はしているか、ゆっくり動いているか、疲れたらすぐに休んでもらって構いません。頑張ってもあんまりいい効果はありませんので、ああ疲れたと思ったらすぐに休んでください。そして休んだらまた同じ運動をやってみるということを繰り返していきましょう。最後にまた肩の上げやすさを確認していきます。すごい、終わった後肩の力が抜けている感じがわかると思います。以上です。はい、運動お疲れ様でした。簡単にできて効果を感じることができたのではないでしょうか。本当に簡単ですよね。昨日の運動よりも負荷量が少ないので簡単にできたと思います。肩の力が勝手に抜ける感じを味わい尽くしてください。こうやって自分の肩の力が抜けた感覚をつかんでいきましょう。この運動を通してこんな変化があったという方はコメントをいただけると非常に嬉しいです。この運動で体の変化を体感できた方は、毎日実践して3週間は継続してみてください。皆さんの体をより快適にするのにお役立ていただければと思います。今回お送りした椅子を使って肩を上げやすくする運動はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方は、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方は、いいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想はコメント欄にお願いします。さて、告知なのですが、11月22日日曜日に歩くことと走ることをより快適にするワークショップを開催します。歩くことや走ることを実践している4名で、いろいろな体の気づきを持てる講座になっています。お時間のある方は、ぜひともご参加ください。この4人が集まって講座をすることはもうないかもしれないので、本当におすすめの講座になっています。あとは12月12日、13日で上富良野でボディーワークの合宿をすることが決まりました。スペシャルゲストを2名お呼びしていますので、普段聞けない話を聞けると思います。こちらも近日中に詳細を発表しますので、お待ちください。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。